数字に置き換えれば自分のところの状態が正確にわかる。商人でも腕の悪い商人ほど数字に置き換えないんです。自分のところの経営を数字に置き換えれば自分のところの状態が正確にわかるんです。出版だって何だって本の名前の付け方から何から全部、経営的戦略から何から全部数字に置き換えればわかるんです。数字っていうのは冷静で感情が入らない。感情は大切なんですよ。だけど感情に流されそうになった時に数字にちゃんと置き換えないとダメになっちゃうよって言いたい。今回はいかがでしたか？良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、チャンネル登録もお願いします。